東京都港区芝公園の増上寺にある家吉の宝刀、徳川家吉は、江戸幕府の第十二代征夷大将軍。十一代将軍、徳川家成の次男。完成五年、第十一代将軍、徳川家成の次男として、江戸城で生まれる。長兄である竹千代が創生したために、将軍刑士となり、天保八年に四十五歳で将軍職を譲られたが、 家なりが、大御書として強大な発言権を放置していた。天保十二年、家なりの死後、家吉は四男、イエスを将軍刑事に決定した。また、老中主座の水野忠国を徴用し、家なり派を粛清して、天保の改革を行わせた。忠国は、幕府財政再建に乗り出し、諸改革を打ち出したが、徹底的な社史の取り締まりと緊縮財政政策を、 採用したため世間に支持されなかった。また、家吉政権期には言論統制も行われ、高野長英や渡辺火山などの解明的な乱学者を弾圧した。天保14年、幕府が江戸大阪周辺の大名、旗本領の幕府直轄領編入を目的とした上智令を発令すると猛烈な反発を受けて、家吉の判断で翌年にその撤回を余儀なくされ、 ただ国は失脚して、天保の改革は挫折する。その後、家吉は、土入りくらい、安倍正宏、筒井正則らに政治を委ね、おゆら騒動に介入して、薩摩藩主、島津成尾を隠居させたり、水戸藩主、徳川成明に隠居禁止を命じたりしている。また、成明の七男、七郎磨くに、一橋家を相続させている。 オランダ国王ウィレム二世の開国韓国を謝絶し、安倍正宏の意見を入れて、解剖係を常設させるなどしていた、家吉田が、開営6年6月3日、アメリカのマシューペリーが4隻の軍艦を率いて、裏側沖に現れ、幕閣がその対策に追われる中、6月22日に、皇居、去年61、初期あたりで倒れたことが、死の原因と言われている。 最近の研究では、ペリーが幕府に白旗を送ったことを正宏から聞き卒倒し、翌日に亡くなったという説もある。日付は、旧歴将軍警視の段階で、11位に除せられたのは家吉が最初である。また、将軍警視の段階で内大臣に任官したのは、徳川秀忠以来の出来事である。徳川家成が将軍在職のまま大乗大臣に任じるという、 前代未聞の異例の人事が行われた結果、聖師であった、家吉、孫の家貞の官位も、異例の行為のものとなった。喜びには、喜ぶの意味があり、徳川義臣、慶寿、義信などのように、縁起の良い漢字を二文字目において名乗る人物も見られる。ありがとうございます。